戦争遺跡は、戦争の痕跡、戦跡、戦跡。戦争のために作られた施設や、戦争で被害を受けた建物などで、現在もそのままないし遺構として残っているものを含む。かつての戦争の時代を物語る遺跡であり、後世に伝えることで歴史の生きた教材になりうる。戦争は古代史から近代史まで歴史学の研究の対象とされてきた。一方、 物を扱う考古学は比較的新しい学問であり、考古学が確立された20世紀の遺構は同時代史となることから長らく研究対象とはされなかった。しかし、戦争に関わる遺構は戦争をビジュアルで知る上で重要と考えられるようになり、1980年代に入って保存を求める声が上がるようになった。 古代から近世にかけての遺跡にも戦争にかかるものが多くあるが、これらはもともと歴史学や考古学の研究のために必要に応じて保護されてきており、戦争遺跡とくくる必要はなかった。戦争遺跡は調査研究や保護措置が未だ十分に行われていない近代以降の戦争にかかる遺跡の保存の重要性からこう呼ばれるようになったものとも言える。 日本には平和博物館が100以上あるが、欧米ではとても少なく、海外では軍事博物館が主流となっており、自国の軍事行動を来賛する形で、加害の部分にはあまり目を向けない傾向がある。行政学の重微思春部は、加害と被害を平等に取り上げ過去の歴史から学び、平和の問題を考える視点があるのは中国や韓国だが、両国を除けばフランス。 ドイツ、ベルギー、オランダぐらいであると述べている。日本には全国におよそ2万から3万箇所の戦争遺跡があると言われ、1980年代半ば頃から戦争体験を伝える一環として、各地の戦争遺跡の調査や記録、保存運動などが行われてきており、1987年に戦争体験を記録する会、大阪の戦争遺跡ガイドブックも刊行されている。 区分としては、役所や学校などの自治体施設、研究施設、軍隊の駐屯地や演習場跡、要塞、飛行場、砲台などの戦闘施設と、設備跡、軍需工場や軍事物資貯蔵施設跡、鉄道、道路、港湾などの公共交通流通のための人工構造物跡、病院や保養所、保養収容のための施設跡、陸海軍埋葬地や墓地、 防空壕跡や慰霊碑、戦績、空襲被害地や場所などがある。公益質屋跡自治体による文化財指定の最古は1977年の沖縄県伊江島公益質屋の指定である。戦争に使われた遺跡という類では、ハエバル町の沖縄陸軍病院ハエバル号軍20号が1990年に全国で初めての自治体指定文化財となった。 太平洋戦争に関する国指定の史跡は少ない。戦争遺跡が文化財の指定を多く受ける流れに変化したのは戦後50年を経た1995年だったという。戦争体験者が減り、戦争の記憶を語り継ぐ語り部が人、から物へと移行する中で戦争遺跡の保存、活用の流れが強まった。また、戦争遺跡が 都市開発などによって消滅するスピードが速まり、歴史の承認である戦争遺跡を失えば、平和の価値や未来への指針もわからなくなるという危機感から戦争遺跡ネットワークが結成されるなどの動きも、生じ文化財指定も広がった。指定を受けた者には、第二次世界大戦期のものが多いが、西南戦争の戦跡なども含まれる。 近年では保存措置が講じられたり、文化財として指定される事例も出ている。しかしながら、その価値が十分に理解されているとは言えず、特に近世の建築移行と戦争遺跡が勝ち合う場合、戦争遺跡の調査、保存が軽視されがちなのも事実である。1995年に原爆ドームが国の史跡に指定され、世界遺産にもなっている。軍事移行としては初めて、 東京湾要塞跡が2015年に国の史跡に指定されている。しかし一方で毎日新聞社が2019年10月から11月にかけて日本の全都道府県に対しアンケート調査を実施したところ自治体内のすべての戦争遺跡の所在地や概要を把握する全数調査を実施したのが6つの県にとどまることが明らかになり日本において 戦争体験の風化が進む中、自治体が戦争遺跡の保護に及び腰になっていることと、戦争遺跡の全体像の把握が進んでいない現状が浮き彫りとなっている。熊谷陸軍飛行学校桶川分教場その他は、カテゴリー、日本の軍事遺跡一覧を参照。ありがとうございます。